いね。うわ辛そうだね、非常に。どうも、激辛ジョニーです。今日もみんなの心火をつけちゃうぞ、やっていきましょう。はい、ということでね、本日は東京は池袋にやってきました。今回はですね、中国の辛い料理といえば四川料理なんですけども、今から約2800年前の始皇帝の時代に作られたとされております。中国の始皇帝といえば皆さん何を思い浮かべますか？そうです、キングダムです。今回はキングダムの武将たちも食べていたかもしれない四川料理の激辛メニューを食べていきたいと思います。こちらがマーラー刀削麺、辛さ激辛でございます。見てください、これ。あーすごいね。うわ辛そうだね、非常に。これね、上に乗ってるのはですね、粗刻みにした唐辛子、そして辛醤と言われるね、ちょっと辛味噌っぽい香辛料、そしてね、パクチーやらネギ、そしてこれね、麺が特徴的ですけれども、刀で削ると書いて刀削麺ということで、非常にもちもちでコシがある、と言われる麺なんですけれども、いただきます。さあ、マーラー刀削麺、激辛、お手並み拝見ですよということで、さあ、まずはね、こちらのスープからいただきましょう。いただきます。うん、うわぁ激辛、フォアジャオのしびれと唐辛子の辛みが喉をカーッとスカンとくる辛さですね。さあ、そしてこちら刀削麺、平べったくてちょっと短いのが特徴です。いただきます。しびれ半端ないね。うん、容赦のない辛さです。これ説明書きにもある通り、自国級の暴力的な辛さです。暴力受けてます。めっちゃ痺れるわ、すごいね。すごいね、四川料理って。四川省の人たちってこんな辛いの食べてんの。あ、これかさあ、なんとか麺は食べ終えたんだよね。残りちょっとこの具材とスープとともにね、完食したいと思います。ご飯を用意しました。こちらご飯はですね、麺大盛りとライス食べ放題ということでね、でこれ終日無料で、このご飯と麺が大盛り、できますんでね、腹いっぱい食えるぞと。口ちょっと痛いんですけども、こちらにご飯、そしてね、最後このスープ、汁まで美味しくいただきたいかなと思います。うん、もう余すところなく辛い。フォアジャオを普通にこう粉末で使うだけでも結構やっぱしびれてくるんですけど、まあ辛さもそうですけど、フォアジャオの油はね、非常にしびれます。もう唇がね、この店来る前のね 1.5 倍ぐらいに膨れ上がってます。本当地獄級の暴力的な辛さなんで、暴力反対。これおー、しびれる。
ごちそうさまでした。いや、すごいね。前回も四川担々麺で尻からね、唇すごい痺れていじめられたんですけど、今回はね、それ以上に腫れ上がってるような。それでは辛さレベルを発表していきましょう。金満軒池袋店さんのマーラー刀削麺激辛辛さレベル。7.5 でーす。おめでとうございます。この四川料理は始皇帝の時代から作られた。ということはキングダムの武将たちもこの四川料理を食べていたかもしれない。そう考えるとなんだかロマンを感じます。さあ、次なる戦いに向けて、いざ出陣。